この動画は下手の横好きが必死になって無駄な抵抗をするだけの動画です。過度な期待はしないでください。番外編でござる。シナリオモードのダンケルク撤退戦。駆逐艦だから二人で進行すっぞ。アイサー。総員、戦闘配置よし。艦長、行きましょう。その艦長に次ぐ、船団の安全を確保し、兵士たちをダンケルクから救出せよ。というわけで、まずは前方の回収ポイントに向かうぞ。今回はイギリスの駆逐艦、アンソニーを使う。対空防御効果を持っているが、その対空はフランスのシクローヌの方が高い。主砲と魚雷の装填が早いから、魚雷艇の排除を積極的に進めるとしよう。ミニマップの赤いのは機雷原っすね。入ったら死ぬ。機雷を避ければなんとかなるんじゃないんすか？そんなことしているうちに敵に潰されるだけだ。機雷原突破を試みるなら、チーム全員分艦隊で挑むとか、野良の人に迷惑がかからないようにしてから挑むように。それにしても、港がボロボロっすね。む、デッキが来たな。対空指定しておいてっと、大熊にシーウスの準備させとけ。あいさ。戦闘機だから、直接爆撃されたりはしないが、視界に捕捉されると地上からどんどん支援攻撃されるからな。通信が賑やかで楽しいね。支援攻撃の精度は結構バカにならない。火事や機関も損傷しやすいから、なるべく回避運動していこう。ここまでお約束のセリフだとついていきたくなるっすね。減速して、乗員を救出するぞ。微速前進でも乗り込めるから、味方と防御陣形を再編しつつ、回収していくとしよう。助かったくな。もちる、もちる、給油。おら、とっとと船を出せ。船脚万歳。500人も追加で乗り込んでたら戦闘なんてできたもんじゃないんだが。少しは手伝うぜ。当然だ。前方に敵爆撃機確認。対空指定、弾幕用意。はしびろ港は大熊の補助に。返事くらいしてもいいのに。今に始まったことじゃないわな。味方は何に向かって撃ってるんすかね。知らんが、隠蔽が剥がれて発見距離が伸びるから、おとりにはなるだろうな。左上のところか。輸送船団を護衛しつつ向かう。船団から離れすぎないように注意していこう。敵機殲滅。前方からさらに敵爆撃機。ドイツの急降下爆撃機って言ったら普通化っすよね。普通化の戦火に影響されてか、ユンカースとかもだいぶブレーキを装備して急降下爆撃が可能なように作られて、4発重爆撃機にまで急降下爆撃能力をつけようとしたって話がある。ハインケルのグライフのことな。なんだ、余裕あるじゃねえかお前ら。今のところ、味方と密集して対空弾幕さえ展開しておけいいだけだからな。対空目標の指定だけは随時対応していく。指定するとダメージが増加するっすよ。前方に爆撃機3部隊増加。近い部隊から狙え。魚雷艇が来たか。飛んじゃって狙いづらいっすね。おまけに早い。遠いと偏差があってても強さの連続になるからな。ポン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 。対空は密集した方がいいが、魚雷艇相手には分散して回避運動したいというジレンマ。あ、そうそう。シナリオモードでは、基本的に、FF はない。基本的に？今みたいに衝突ダメージ自体はないが、このまま機雷原に押し込まれたら当然死ぬ。それと、衝突して味方を敵魚雷に押し当てることもあるから、衝突ダメージがないからって相関をおろそかにしないように。味方が撃沈されると、乗員が漂流する。港で救助したように、サークル内で微速化停戦すると救助できる。放置すると要救助者はどんどん減っていくから、なるべく救助するようにしたいが、今みたいに戦列から離れた場所で沈んだり、機雷原で沈んだりすると、救助が困難になる。二次被害と収容可能人数を考えて、救助するか判断しよう。もちる？
チュートリアルのパークス君制御。随分時間かかったっすね。プレイヤー2人が抑え込んでたのよ。パークスが撃沈されるとタスクが追加されて、収容可能人数も増える。さっさと沈めておけば、さっき撃沈された味方の救助もできたな。あの位置ならエンジンブースト使っても次の襲来に備えられるか微妙だしな。救助のために前段から離れて、敵に撃破される味方が増えたら本末転倒だし。無理に救助に行くよりも護衛に徹した方が損失が少なくなることもあるからな。悲しいけどこれって戦争なのよね。命を数でしか見ていないのかよ。命をなんだと思ってやがる。ゲームなんだから命じゃなくてデータだろうが。あの猫、ゲームと現実の区別ついてないんだろ。モッチュー救援。俺がおかしいのか？命は尊いものだからたくさん救えるようにするのは当然のこと。命を軽視していないからこそ数を重視する。そんなこともわからんのか。なんかマジレッシュ出した。あん。もうこいつ叩き落とそうぜ。爆雷に巻きつけて沈めてどかんと。モチユキキキュイモチユキュイ東から敵多数。対空目標して、オークマシーオス用意。あいさ。こいつらは爆撃だけでなく、陸上からの観測射撃もしてくるから、速やかに処理しないといかん。オークマシーオス起動中。撃って撃って撃ちまくれ。弾幕が派手な割に、戦火は微妙っすね。目標が撃破されたら次の目標を指定しないといかんのだが、クリックミス連打中。手遅れ感半端ないな。まあ、素の対空が低いアンソニーだとシーオス起動中の10秒しか期待できないし、魚雷艇の撃破をメインにしていけばいい。敵艦に発見されたっすよ。魚雷艇だな。近くにいるぞ。魚雷艇の視界に入っても、地上からの砲撃が来るから、発見された時点で回避運動を始めた方がいいな。魚雷艇の一団を発見した。各輸送船は魚雷だぞ。味方もだから気にしなくていい。外しまくってんな。的が小さいからしょうがないですよ。駆逐艦って、そもそも水雷艇や魚雷艇を駆逐するって目的の船だからな。駆逐艦本来の目的を果たしていると言える。だったら当てろ、沈めろ。ほんとこの生きりアニマルは。ポン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 。やっと当たった。敵魚雷艇殲滅。また偵察機が来てるな。迎撃しておけ。あいさ。それにしてもあれだな。ドーバー海峡のマップがあるなら、ヘルベルス作戦とかもできそうじゃね。チャリンコミスか、つないでなん、フリーズオールでのより駆逐艦6隻がエッジ海峡を強行突破した作戦。シナリオモードなら駆逐6隻ってのがプレイヤーになりそうだな。対するのが A 軍の魚雷艇、機雷、戦闘機と今回の戦闘に似ている部分もあるし。シナリオモードに期待するところ大である。一週間ずっとシナリオモードばっかやってるもんな。戦団護衛は兼ねてから希望していたシチュエーションだからな。願わくば対戦ミッションがあればもっといいのだが。あと、艦砲射撃系。陸上施設に砲撃したい。上陸作戦支援とか。海戦ゲームに期待する内容じゃないと思うっすよ。それな。でも、戦団護衛系は楽しいからもっと増えてくれたら嬉しいな。洋上のサークル奪い合うとか、ぶっちゃけ意味わかんねえもん。お前、さっきはゲームと現実の区別つけろとか言ってたくせに、今度はゲーム性否定とかダブスタもいいとこだよな。区別はつけている。希望を言っているだけだ。はいはい。この狭い回廊を抜けつつ、敵の砲撃を回避というのも厳しいな。機雷舷に突っ込まないように注意しよう。モッチュー。あ、そうです。今度は雷撃機の集団か。この時期のドイツの雷撃機っていうと何すかね。ハインケルの爆撃機と水上雷撃機なら知ってるか。ユンカーストドルニエは。どっちもダンケルクの後だろ。ホッケウルフも魚雷詰めなかったっけ。それもダンケルクの後だ。フィゼラーとか。まだギリギリ運用されていなかったはず。まあ、機体を視認できればわかるべ。わかるのか。全然船の話してないっすよね。海軍は専門外なんで、素人なんで。モチユキュー、モチユキュー。間もなく対空砲の射程に入るっすよ。もうちょい寄せてシーウスを起動させたいんだけど。モチユキュー。追いかけながら対空射撃を継続。シーウスは諦めよう。機雷舷に突っ込むぞ。減速してやり過ごしてから重かじ。モッチュー。下に回答したらエンジンブースト。先陣に出ろ。密集しすぎだ。モッ
ッチ。前段後方に魚雷で迎撃。味方にぶつかる。減速。モッチュー再増速。射撃再開。ポン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 。一石に当たれば偏差を引き継いで撃てるから連続攻撃になりやすいな。敵に見つかったままだぞ。まだ魚雷艇がいるってことか。回避運動できなくなるから減速して隣の味方をやり過ごせ。キュキュキュ。隠蔽に入ったけどまた見つかった。後ろの煙幕のさらに後ろか。そうみたいだな。味方が捕捉した。距離があるから味方に任せてもいいが。前方にも反応。前方の目標を優先する。攻撃用意。的が小さくて厳しいっすね。味方が撃沈。左辺にもいるっすよ。あっちにもこっちにも完全に包囲されてんな。右辺に敵。地方旋回急げ。左舷の敵の魚雷にも警戒しろ。断点っすね。右舷後方から敵機の集団。対空目標して、シーウス用意。待ってたぜ、大佐。知り合いか？全然。対空支援しつつ、魚雷艇の排除していかんとな。敵戦闘機撃墜のタスク達成。後方から敵爆撃機と雷撃機接近。味方戦闘機もいるから少しはマシになるだろう。ただタスクの撃墜数は艦艇による撃墜数だから戦闘機に任せると撃墜数が足りなくなるから注意な。敵爆撃機接近。撃ち落とせ。あの雷撃機見た感じハインケルだが H 型っぽい。魚雷が搭載できる H4 型はダンケルク5だから種の形が違う J 型じゃなきゃ。そんなオタクの揚げ足取りはいらんから指揮しろ。敵の低下隊がこっちに来てる。鉄直上、急降下。一番一気に半分近く持っていかれたか。回避のチャンスが少ない爆撃は厳しいっすね。しかし、最後の敵機も味方戦闘機が排除してくれたようだな。いや、敵に視認されているからまだいるぞ。敵艦発見。敵機のおかわりも来た。地方旋回急げ、迎撃。ポン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 。まだ前か。画面端を目安にして。当たった。前方にもいるが右舷にも出てきたぞ。雷撃機も接近中。対空目標して、地方旋回急げ。雷撃開始用意。キュキュキュ。禁断で1桁ダメージとか1ダメージとか。それでも機関や舵を破壊できることもあるから無駄というわけでもない。しかしさっきから当たらんな。瞬時射撃に切り替えろ。はいさ。
雷撃機の襲来がやばいぞ。味方戦闘機も頑張っているが、分散してくれないから微妙だな。前方に雷石、こちらに向かっています。ちょっとやばいかな。輸送船直撃コースじゃね。こういう時こそ体当たりが役に立つんだよ。どっこいしょな。たまたまだろ。雷撃でかき乱されて、乱戦もひどくなってきたな。対空支援を怠るなよ。早い。鉄管自爆中。無理に追わず、対空支援と魚雷警戒をしておけ。あいた。いつの間にか、サブタスクの爆撃機と雷撃機の撃墜も達成。敵の攻撃も落ち着いたから、あとは離脱するだけだな。敵は最後の一隻かな。それなら追撃してもいいかな。戦闘態勢を維持して前進。モッチュー。右連に多数の敵へ。魚雷発射、飛行用意。これはあれだな。次の伏せにまんまと引っかかったな。悔しいか、認めざるを得んな。だが、魚雷艇だけならなんとかなる。飛行照準。ファイル。魚雷も減速おもかじ。モッチュー、チュー、チュー。さらに後方の敵へ。変化されると攻撃するよ。もう終わりそうだがな。ポン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 。輸送船も随時目的地に到達中。7000人救出のタスクも無事に成功しそうだな。一ダメージでなんか壊した。味方が撃沈。あの雷撃機は警戒だけしておくか。最後の一隻は死人。多くの人々の力が必要だ。ダイナモ作戦では34万人もの兵士たちを救出。この兵士たちが4年後にフランスへと戻る。というわけでオペレーション完了だ。作戦終了。横須賀へ帰ろう。横須賀。日本からはるばるやってきてたのか。遠泳派遣軍、翌日艦隊とは我々のことだ。嘘つけ。むしろ密漁動物密輸船じゃねえの。海賊ボイスとか使ってたしな。ヒグマに頭にアザラシ一頭、ハシビロコウに猫にチンパンジー。臨検されたらヤバそうだな。いや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 、チンパンジーってなんよ。なんかまた人でもらった。敵の数が多いから生還してたら大抵もらえるわな。ともあれ、ダイナモ作戦も成功裏に完了っと。シナリオモードはコープ戦よりも経験値が良くていいな。乗っているのもエリート艦長でお得だしな。ほんじゃ、今回はここまで。チュイーチュイー。